ウルトラシリーズウルトラマン RB ウルトラマン RB は2018年7月7日から12月22日にかけてテレビ東京系列で毎週土曜9時9時30分に放送されたつぶらやプロダクション制作の特撮テレビドラマキャッチコピーはこれは俺たち兄弟の物語ウルトラマン始めます俺色に染め上げろルーブ 本作品は、ウルトラマン銀河以降のウルトラシリーズを指す、ニュージェネレーションヒーローの第6弾作品であり、ウルトラマンオーブ以降のシリーズ同様、単独タイトル作品として制作される。なお、本作品は、平成最後のウルトラマン作品ともなった。企画タイトルは当初、ウルトラマン Z であった。スタッフの選定は、ウルトラマン G ードの仕上げが終了した2017年11月。 ゴロより行われ、ウルトラマン X 以降のニュージェネレーション作品演出に携わってきた竹井忠志がメイン監督として選ばれた。シリーズ構成と脚本にはニュージェネレーション作品最多参加となる中野隆夫、ウルトラセブン誕生35周年、エボリューション5部作以来約17年ぶりにウルトラシリーズへ復帰する竹上純旗第1回。 つぶらやプロダクションクリエイティブアード、金城哲夫賞大賞受賞者である伊藤講氏の3人が参加する。監修は前年につぶらやプロダクション社長に就任した塚越孝之が務める。本作品ではシリーズ初の試みとしてウルトラマンに変身する2人の兄弟がダブル主人公に据えられている。この案はメイン監督の竹井やシリーズ構成人、 企画担当の打ち合わせの中で生まれたものであり、主役はあくまで一人だった近年のウルトラシリーズの傾向を踏まえて設定された。この設定に伴い、戦闘シーンではウルトラマンが二人がかりで攻撃する点が卑怯に見えないように、いきなりウルトラマンの力を得てしまった主人公たちが協力しながら成長する姿を見せることが意識されている。ストーリー面では、前述した。 成長するヒーローに加えて子供から大人まで楽しめるホームコメディを描くことが施行されている。これは家族に対して重いバックボーンがあるジードやシリアスな展開が多かったオーブとは逆に主人公サイドの家族を中心とするコメディテイストのストーリーを描写することで新しいウルトラマン像を打ち出したいという竹井の考えに基づいている。中野の発案で 全体のストーリー構成として、一つの家庭にシリーズを通して物語を落とし込み、家庭を徹底的に描いた上で、家庭と街に大きな秘密があることが分かっていくというものとなった。また、竹井は予算やスケジュールの都合から世界観をコンパクトにする必要性があったことも理由に挙げている。つぶらやプロプロデューサーの鶴田幸信はコメディ路線に対し、 批判的な意見もあったが、現場からは路線変更しない方がいいとの声が上がり、コミカルな作風で一貫していったと述べている。当初は地方都市などにあるカッパのミイラなどが展示してあるような、秘密博物館のようなドライブインにいる兄弟の物語という案で、落ち着いたしっかり者の兄と、やんちゃな科学者の弟という設定だったが、諸事情で T シャツ屋に変更となった。 一クールでは、二人のウルトラマンが、能力だけでなく本当の意味でのウルトラマンとしての、使命を意識するまでを描くことをテーマとしている。そのため、特に序盤では、従来のセオリーからは、意図的に外した内容となっており、竹井は視聴者の戸惑う反応は狙い通りであったと、述べている。敵側については、純然たる悪役は登場させず、悪意ではなく何らかの目的を持って行動している。 ものとして描かれている。2018年6月7日には、東京おもちゃショー2018にて、制作発表会が開催され、ケ井と主要俳優陣が登壇したほか、ロッソとブルラ、主役ウルトラマン二人と火炎骨獣グルジオボーオーンによる、ステージショーが披露された。また、第1話第3話の特別編集版、俺たち、ウルトラマン始めます。の上映や、 音楽関係の発表が行われた後、ウルトラマン・オーブ・ダークが登壇した。港勝美と港勇は、大昔に、あやかし規制と呼ばれる隕石が落ちたとされる、あやかしに住む兄弟である。母親の失踪から15年が経ったある日、謎の巨大生物の目撃情報を聞きつけ山へ、訪れた二人は、巨大怪獣グルジオボーンに遭遇する。グルジオボーンの攻撃に巻き込まれる。 港兄弟だったが、二人は、突如現れたルーブジャイロと、ルーブクリスタルによって、それぞれウルトラマンロッソと、ウルトラマングルに変身する力を手に入れる。突然の出来事に戸惑いながらも協力して、グルジオボーンを倒した二人は、ウルトラマンとして、次々に出現する怪獣や、その裏で暗躍する存在の脅威に立ち向かうこととなる。ルーブクリスタルと、ルーブジャイロで変身するウルトラマンたち。 先の兄たちがルーゴサイトの脅威に立ち向かうため、ウルトラマンオーブと同じ惑星をマイナス50にある戦士の頂から授かった力が起源とされ、現在は勝美と勇サが変身能力を受け継ぐ。クリスタルに宿ったエレメントを戦闘能力として引き出し、戦況に応じてルーブクリスタルを互いに交換することでタイプチェンジを行う。活動限界時間は約3分間で、 再変身には一定時間を置かなければならない。変身までの基本的な流れは、まず、お礼色に染め上げろ。ルーブ。と叫びながら、ルーブジャイロを突き出し、次に、セレクト、クリスタル。の恋と共に、ルーブクリスタルをルーブジャイロにセットし、最後に、個別の変身コールと共にルーブジャイロのグリップを3回、引くまでが定型となっている。カツミが変身するウルトラマン。 日本角が特徴。ボールのような形状で放たれる攻撃技が多い。携帯イサミが変身するウルトラマン。一本角が特徴。光線上で発射される技が多い。携帯ロッソとブルが極みクリスタルによって融合、変身したウルトラマン。精神と能力が一体化した強化形態となっており、全般的に能力が上昇している。メインカラーは金、銀。 黒。変身時のコールは、マトウは曲。金色の宇宙。頭部は、ロッソとブルを合わせた、見事核となっている。約1300万年前の仙台ロッソとブルは、この形態には到達できなかったが、勝美と勇の絆の力によって実現できた。劇場版に登場。朝日が変身する、ウルトラウーマン。朝日が変身したグルジオレギーナから、 精神エネルギー体となった、サキの助力によって、羽化する形で誕生した。サキの本名であるグリージョの名を冠している。サポート能力に長けている。活動限界時間は約3分間。劇場版に登場。ロッソとブル、グリージョがマコとクリスタルによって融合、変身した、究極戦闘形態。変身時のコールは、まとうは真。不滅の真理。 ルーブを超えたパワーとスピードを持った、朝鮮党特化タイプだが、3人の心の一体化を強く保持する必要があるため、活動限界時間は約3分環境となり、3人の体力や精神力が弱くなると、胸部のグルーブシグナルが危険信号として赤く、点滅する。ロッソブルルーブグリージョグルーブ合体技、登場話数の記載のないキャストは、前話登場。 劇場版ウルトラマン R、B セレクト版のクリスタルは、2019年3月8日、公開の映画作品。テレビシリーズの1年後を舞台とした後日談である。同作品には、港朝日が変身するウルトラウーマングリージョ、ロッソ、ブル、グリージョが融合した、超進化戦闘形態、ウルトラマングルーブ、怪獣を率いる仇役のウルトラマントレギアが、新たに登場するほか、 前作、ジードより、朝倉陸、ウルトラマンジード役の浜田隆心が出演する。ウルトラマングルーブはシリーズで初めて全編フル CG で描写された。また、ウルトラマントレギアは、ウルトラマンベリアルに変わり今後もシリーズに関わっていく。宿敵と想定されており、本作品はそのデビュー戦と位置づけられている。主題歌は、ウルトラマンダイナで、 アスカ新役を演じた鶴野武と、ウルトラマンサーガでタイガ・ノゾム役を演じた大吾が担当する。監督は、武井聖能、脚本は中野高浦テレビシリーズのメインスタッフが引き続き担当するほか、テレビシリーズ第18話、第19話の監督を務めた、神山誠が VFX 監督として参加している。ストーリーは、テレビシリーズではあまり掘り下げられていなかった。 勝美のエピソードを中心としており、テレビシリーズから描かれてきた家族というテーマの結末として親元からの育ちを描いている。監督の武井は、客演のジードも不死をテーマとしていたため家族テーマにフィットしていたと述べている。声の出演リリース元は、バンダイナムコアーツ、劇場版ウルトラマン R、B セレクト、絆のクリスタルに関するカテゴリー。ありがとうございます。